マザコン息子からお袋に。神奈月8日は毎年秋の日差し痛く強く、あの日からいくつもの夜を越え変わっていった。変わらないのはあなたの神奈月8日に巡り来る風の音、ぼんやりと数えきれない汚れ飲み込み変わってしまった。変わらないのはあなたの「ばあちゃんに電話で話したよ」「俺の昔のことや自慢だった娘の話」「24年経った今でも自慢の娘だってさ」「変わることのない」あなたの笑い何年俺と共にあるだろう。優しさ厳しさ愛情について大切な受け売り間違いじゃない。変わらないのはあなたの柔らかさ。47年と5ヶ月あなたの時計は止まった。いつの間にか俺は通り過ぎていた。8日で24回目のね命日ね、未だに
マザコンです。イエイ。